ディ新型 R8 モデルチェンジ 5.2 リッター V10 0100km H 加速 3.2 秒。アウディ新型 R8 モデルチェンジ 5.2 リッター V10 は最大出力 610HP と R8 イートロン電気自動車モデル発表。アウディは新型の R8 をジュネーブモーターショー2015で初公開する。それに合わせて画像と概要を正式公開した。初代となる現行 R8 は2006年から販売を開始したモデルで、クーペ型のスポーツカーである。およそ10年でモデルチェンジとなる。 R8 の特徴でもあるアルミを使用した ASM アウディスペースフレーム構造を採用。ボディのみで 210kg という驚異的な軽さを実現し、現行が総重量を 1565kg から、新型は車両重量は1454kg とさらなる軽量化を図っている。しかしその一方で、そのねじれ剛性は約 40% 増加した。 5.2 リッター V 型10気筒 DOHC を2種類用意されている。 R8V10 最大出力 540PS 最大トルク 55.1kgm 0100km H 加速 3.5 秒、最高速は 323km/h。 R8V10 クラス最大出力 610PS 最大トルク 57.1kgm 0100km/h 加速 3.2 秒、最高速は 330km/h。 また R8 の電気自動車バージョンとして設定されるアウディ R8 イートロンも発表された。新世代リチウムイオンバッテリーを搭載し、容量 92kWh 電気モーターは2機を組み合わせ、最高出力 462PS トルク 920Nm 0-100kmh 加速 3.9 秒、最高速度 210kmh から 250kmh、 1回の充電での航続距離約 450km 走行可能である。本日はご視聴いただきありがとうございます。愛車を高く売りたい方、また現在所有するお車の査定金額を知りたい方は、画面下の説明文の URL を今すぐクリックしてください。傷だらけでもへこみだらけでも問題なし、廃車覚悟の10年落ちの愛車が売れた。無料であなたの車を65万円高く売る方法を公開中。詳しくは説明文の中のアドレスをクリック。なお、ご視聴した車チャンネルの動画の評価もよろしくお願いいたします。グッドクリックやコメントの機能からあなたの評価をお待ちしています。今後も他の動画を視聴いただければチャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございます。